これはいいことが起こりそうな予感。というか、もはや予言。さあ、ピーンときたが吉日。出かけましょ、未来ちゃん。へえ、人魚の肉を食べたら、年を取らず、怪我も治る体になっちゃったんだ。わかるわかる。ノリでそうなるときってあるよね。でも、あなた、本当はそっちじゃないでしょ？他の英霊はともかく、この私の鼻はごまかせません。だっていい匂いするしね。私の弟？うん。女王である私をずっと支えてくれた大切な弟よ。大切な弟。好きなもの？そりゃもうハマグリでしょ。なるべく大きいのね。あとは、やっぱり晴れの日かな。お日様最高。でも、私が出かけようとすると、なぜかいつも雨が降るのよね。むむむ。なんだかとても豊かな収穫の予感を感じる。これは全力で行くしかないわよね。さあ、行くわよ、未来ちゃん。高床式倉庫の準備は OK？ 嫌いなもの？雨の日はやっぱり少し気分が沈んじゃうのよね。お米を育てるには必要不可欠だからありがたいことなんだけどね。とはいえ、降りすぎても洪水とかで困っちゃうし、何事もほどほどにってことよね。何でも願いが叶う聖杯？やっぱり美味しいお米と大きなハマグリかな。みんながお腹いっぱい食べれるのが一番でしょ。未来ちゃん、あなたを私の従者に任命します。女王には身の回りをお世話する人が必要ですので。で、早速だけど一緒にご飯食べない？なんていうか、一人で食べるご飯って味気ないのよね。いいよ、もちろん知ってるわよ。私にはちょーっと負けるけど、すごい子だったんだから。ほんと、いろんな意味で。なんでルーラーなのかって？確かに、どっちかというとキャスターっぽいわよね、私。ひなもと最古の巫女とか言われることもあるし。まあ、争い事を収めるのは得意だったし、こういうこともあるでしょ。なんでも願いが叶う聖杯？